お姉ちゃん、さっきの話なんだけど。さっきの話って？さっきお店に行く前、何か言いかけてたでしょ？何か、アイドルのことで言いたいことがあるのかなって。それは。ううん。別に話すほどのことじゃないから。お姉ちゃん、もしかして、アイドルになりたいって思ってない？したのよ、急に。ごめんね、いきなり。この間、部屋に入ろうとしたら、ドアの隙間からお姉ちゃんが振り付けを真似してるのが見えちゃったんだ。見てたの？ごめんね。でも、私は嬉しかったんだ。お姉ちゃんはアイドルがずっと好きだったんだって。でも、最近のお姉ちゃん、アイドルのお話を無理に避けてるような気がしてて。だから、一緒にライブに行けば、またお姉ちゃんとアイドルのお話ができるかもって思って。わがままだってわかってるけど、今日誘ってみたの。そっか。ごめんね。心配かけて。ううん。お姉ちゃんが楽しそうにしてて、本当に嬉しかった。でも、お姉ちゃんがさっき何か言いかけたとき、とても苦しそうだった。話すほどのことでもないって言ったけど、私はお姉ちゃんのお話、聞きたいよ。そっか。ありがとうね、ちさ。でも、改まって話すことなんて、ないから大丈夫よ。アイドルになりたいなんて、そんなこと。お姉ちゃん、どうしてそんな嘘をつくの？何言ってるの？嘘なんかじゃないわ。でもお姉ちゃん、さっきから私の目全然見てくれないよ。いつもはまっすぐ見てくれるのに。私、お姉ちゃんの夢聞きたいよ。だから嘘なんてつかないで。嘘じゃないってば。私はアイドルになって、ごめんなさい、ちさ。うん。私こそ、ごめんね。でも、どうしても気になって。私、知ってるんだよ。一人でカラオケに行ってることも、アイドルの雑誌を買ってることも。お姉ちゃんが、ただアイドルが好きなだけなら、あんな辛そうにしないと思う。私、やっぱり聞きたい。お姉ちゃんが何になりたいのか、何をやりたいのか。ちそ、あなた、ごめんなさい。ありがとね。私ね、本当はずっと、アイドルに憧れて、いつからか、私もアイドルになりたいって思うようになったの。やっぱり、そうなんだ。私の歌やダンスで、たくさんの人を笑顔にできたら、きっと、とても幸せなんだろうなって。たくさんのアイドルを見ながら、ずっと、ずっと考えてた。なんだか不思議な感じ。誰にも話したことなかったから。そうなの？今までだって別に、隠したかったわけじゃないの。でも、この夢はなんだか、言い出せなくて。ううん。とっても素敵な夢だと思う。私も、アイドルになったお姉ちゃんが見たいよ。そっか。ありがとう。嬉しい。一番最初に話せたのが、ちさでよかった。なんだか、急に顔が熱くなってきちゃった。お姉ちゃん、顔が赤くなってる。かわいい。もう、からかわないでよ。ほら、帰ろ。うん。あれ？じゃあお姉ちゃんは、どうして嘘なんか。夢のことをちさに話せたのはいいけど、私は、どうしたらいいんだろう。私は、それでも、ちさを、支えなきゃいけないから。
ちょっと味付けを変えてみたんだけど、どうかしら。うん、とっても美味しい。おや、このアイドルは最近よく見るな。そうね、あなたたちと同じくらいの年頃じゃない？そういえば、昔咲と千佐をアイドルのライブに連れて行ったことがあったな。そうそう、すっかりアイドルに夢中になってよく真似をしてたのよ。懐かしいわね。そういえばここ最近はアイドルの話をしてなかったな。さすがにもう飽きてしまったか。それは。お父さん、年頃の娘が好きなことを素直に話すわけないでしょ。それもそうだな。それに咲はもうじき進路を考える時期だもんな。どうしたいか考えているのか。私はそのまだ咲のことだからちゃんと考えてるんでしょうけど、私もね、お父さんと進路の話はしてるのよ。母さんと意見は一致してるんだ。咲、何でも好きなことをするといい。今お父さんが言った通りよ。大学でも専門学校でも何でもいいの。今までしっかり者として頑張ってきたのを見てるからね。何か夢があるなら応援するわよ。そうだ、アイドルなんかどうだ。好きだったもんな。お姉ちゃん、でも最近はそうでもないみたいだからちょっと違うか。そうね、さきはアイドルとかじゃなくて学校の先生とか向いているのかしらね。おお、それもいいな。さきは勉強を教えるのもうまいらしいじゃないか。お姉ちゃん大丈夫？今更そんなこと言わないでよ。さき、どうしたの急に。お父さんもお母さんも私に期待してくれてるのは分かってた。それは嬉しいよ。でも私はずっとその期待に応えようと努力してきた。優等生でないといけない。姉として知佐を支えないといけない。ずっと気にしながら生きてた。なのに散々期待したくせに今更好きにしようだなんて無責任だよ。私なんで今までこんなに頑張ってきたのか分かんない。サキごめん、言い過ぎた。ちょっと頭冷やしてくれ。今までだって別に隠したかったわけじゃないの。でもこの夢はなんだか言い出せなくて。お姉ちゃんがアイドルの夢を言い出せなかったのって